どうも、このまるです。キータロです。なんかさ、昨日出したさ、追っかけザストの、シャープ20の 15? まあ、シュントのさ、サムネのやつ、うん、あれのさ、コメントで思ったんだけど、てか初めて知ったんだけど、シュントのピアノの弾き語りしてる過去の動画とか言ってる方いて、うん。知らないと思って、シュントは何でもできるんってなって、今びっくりしとる。ああ、確かに。ピアノなんて初耳だよね。ね、初耳学だよね。林先生じゃない?林先生。ね、うん、いやそう、なんかなんかさ、スケボーとかは聞いたことあったじゃん。ああそうね、そう、なんかそういう仕事もしてたし、でもなんかそっちも行けんのみたいな、シュントすごいじゃんみたいな、なんかね、まだ知らないこといっぱいあるんだなと思って。確かにそうだね。なんかたまにちょっとね、チラ見したやつとかだと、なんかたまに歌ってるやつとか見たことあったけど、うん、うん、ピアノもなんだね、面白いよね、うん、なんか終わったらちょっと気になるなと思って終わったらっていうか、うん、気になるなと思ってさ。確かに確かに。いや、なんかみんないろいろね、やってきてからのこれなんだなっていうのはすごいわかるよね。うん、あとさ、その弾き語りを動画をさ、こう、まあ多分投稿した人がいるってことだと思うんだけど、まあ、もしくは昔に投稿されてたやつを掘り出した人がいるってことだと思うんだけど、それもすごいよね。あれ、シュントじゃんみたいになってさ、見つけるってことでしょ。うん、うん、うんうんうん。うん、よく、うん、よくなんか覚えてんのかね、ああいうのってね、謎だよね。わかるわかる。なんかね、他のね、BE:FIRSTのメンバーでも僕見たことあるんだけど、そういうなんか昔にステージ立ってたやつの動画みたいな、うん、そう、うん、だから結構やっぱちっちゃい時からこういうダンス&ボーカルとかやってると、いろんなステージ立っててさ、その時に回されてたカメラ、別に後々スターになると思わずになんか撮られてたカメラとかで、うんうん、それがさ、 YouTube に気軽に昔上げられてたのが実はみたいなになるんかね。うん。で、それでさ、あの人じゃんみたいな。なんか、この人あれじゃんみたいになるのがすごいよね。うん、ね、そう、よく、ね、顔とかもさ、今ね、幼いから変わってたりするけど。うん。なんか、やっぱ、オタクってすごいよね。うん。どこから、なんだろうね。みんながもう見守ってる人がいるんだろうね、誰かね。あの人いいって。あの子すごい良くなりそうみたいなのを見守ってる人が絶対いるってことかな。あー、でもそれはあるかもね。うん。だから、三浦大知みたいなもんやね。パラシューターみたいなもんだよね。パラシューターすごい最初からデビューしとるけど。そういう気持ちなんだろうね、きっと。あ、確かに確かに、そういうなんか幼い頃から見守ってるみたいな、いつかデビューして、うん、みたいな。そう、うん、見守り隊がいるんだね。飛んで行けるどこでもパラウェイパラウェイパラウェイ君となら歌いたいだけ。別に三浦大知とか関係なくね。そうそう。でもちょっと寄せたよね。でももうちょっと似せれる気がする。ちょっと練習あるのみたいね。いや、練習、何の練習いつ披露するのパラシューターって、そうそうないよね。だって関係ないじゃん、BE:FIRSTのメンバーに。じゃあ今日は追っかけザスとシャープ20の16についてやっていきます。まあ、前回まではシュントが呼ばれて、社長のコメント、シュントのコメントっていうところで終わって、いよいよね、3人目のメンバーの発表になるね。うん。で、BE:FIRST、3人目のメンバーは、マナト。ありがとうございます。またマナトも結構さ、面持ちが違うっていうか、なんだろう、シュントは結構さ、ふわーみたいな。で、いいっていうかね、なんか、イラヒンをちょっと抑えて、はーみたいな感じだったけど、うん、うん。マナト割と淡々としてるように見えるね。いや、でもそんなことないか。なんか呼ばれた瞬間ちょっと神妙な感じだったけど、うん、なんか近づいてトコトコトコって前の方来たらちょっと安堵みたいな感じも伺えるよね。トコトコトコはさ可愛い子のやつじゃん。でもそうだもんね。なんで俺歩くときトコトコトコって言っちゃうんだろう最近。知らんよねそんな。ケプラーの4音ちゃんぐらいからじゃん。確かに。すげえ前でしょ。うん、で、社長がね、スタートから素晴らしい才能を持っているなとは思っていたんだけれども、ここまで表現者として美しい姿を見せてくれる日がこんなにすぐ来るとは、いや、正直思っていました。合宿のクリエイティブ審査のスタートあたりで、音楽との距離感の近さを示したあたりから、マナトの成長速度というか、技術の使い方の上手くなり方とでも言うのかな、もともとあった高い技術を、もともとあったものすごく切れる日本刀だったり、何でも貫く矛であったり、何でも防ぐ盾であったり、それを自分で自由自在に使っていく様は、アーティストというに本当にふさわしいと思います。マナトの声は楽器だし、感情表現は絵の具だし、マナトの体からなされるものすべてが音楽で構築されているというふうに感じるし、それを見ているこちら側は、まるで音楽を目で見ているような気持ちになります。
音楽と出会えて嬉しいです。マナトと出会えて嬉しいです。ありがとうございます。全部いいこと言うやん社長。うん、マナトは音楽、マナトイズ音楽、うん、ってことやばい。てか同じようなこと言おうとしたんだけど今アホっぽい、うん、もうマナトそのものが音楽ってことだよね。もう、うん、楽器だしみたいな、すごいね、うん、なんかこのマナトの声は楽器だし感情表現は絵の具だしのところでさ、なんかマナトのさ、そのショーマイナーサーベージの時のマナトのさ、なんかスローみたいになるんで一瞬なんかダイジェストで、うん、それがめっちゃいいん本当だなんで急にスローにしたんなんでここスロー編集にしたんかね。だってそれまで普通に動いてたのにさ、最後だけあーみたいなさ何これいやでもそこの表情がやっぱすごい良かったんだろうな。うん、うん、あと早すぎてもっと見たいってなったんだろうねそうだね。でもこの表情いいね、確かに。このニヤーってした感じのやつかな、うん、そう、オタクがやるやつじゃんこんなん。確かに確かに、オタクがさ編集してツイッターにあげるやつだよだから社長的にはまずマナトの才能ほんとすごいっていうとこから、やっぱ合宿からこれはすごいなっていう、使い方もできてるしみたいな、その音楽との距離感も思った以上に、うん、多分社長が想像してた以上に近かったしっていうことなんだろうね。うんうんうん、そっか。だからやっぱさ、あれだよね、マナト的にはさ、その合宿前のところがもう危なかったじゃん。あ、そうだね、結構順位的にもだよね、ギリギリなラインだったよね。そうそうそう、本当は合宿10人だっけっていう枠だったけど、うん、15まで増やして、だからマナトそれぐらいの、それぐらいの順位だったじゃん。うん、なんかそういう風にさ、社長が決めなかったらマナト落ちてたから、うん、あっぶねーだよねあっぶねーってなったよね確かに。しかもさ、この社長が話してる時にダイジェスト的な感じで映像流れたけどさ、最初のさクリエイティブ審査の、うん、あの多分トラックに音を吹き込む時だよね、なんか適当な歌詞で歌ってみてみたいな時だよね、あの下り、うんうんうん、でさ、なんかマナトおーってなったじゃん、歌い始めて、うん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 、だからそこでさ、社長もさきっと合宿メンバー入れてよかったって思っただろうね。確かにね、わ、これは引き出し多いぞみたいな、楽曲いっぱい聴いてたから、うん、そういう引き出し多いタイプって思ったんだろうね。うん、うわー、だから本当なんだろう、培ってきたもの、マナトの培ってきたもの全てがなんかこうにじみ出てて、それが本当もうマナトイコール音楽みたいな状態で、素晴らしい才能で素晴らしい人材ってことだよね、うんうん、でもなんかさ、なんかここの時もそうだし、でも最近のさ、やっぱ日経エンタのインタビューとかはさらにこう、なんだろう、社長やっぱすごい、マナトのことすごいって思ってるじゃん、やっぱり。まあそうね、うんうん、なんか大谷翔平みたいなね、うん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 、そう、だからこの時からすごいと思ってたけど、さらにやっぱ BE:FIRST で一緒に楽曲作っていく上で、あ、ここまですごいのかって思ったりしたってことなのかな。確かにね、なんかこのデビューメンバー発表の時点よりもさらにまた成長して、マナトも、うんうんうん、どんどん魅力出していってるんだろうね。うーん、でもさ、ちょっと面白いのがさ、そのここまで表現者として美しい姿を見せてくれる日がなんかこんなにすぐ来るとは正直思ってましたみたいなうん、うん、そう、なんか社長も信じてたってことだよね、マナトのこと。うん、そうだね、なんかそれはあれかな、チューザファーストでやっぱり一回順位落としたりしたけど、うん、それは信じてるからこその這い上がってくるだろうみたいな意味も込めてやったっていう、うん、多分これあの日のザファースト見てくださいって言われるやつ、そうそうそう、また言われるやつうちら言われるよまたそうそうそう、なんかこのくだり何回もあるよね、なんかある、全部見てくださいのやつだからそう、ね、今渡る我水にね、妄想で言ってるあれだけども、まあでもなんかね、そこでより明確なことがわかるんだろうね。あ、でもさ、こうやってなんか見ていくとさ、なんか、まあ、マナトはさ、社長の発言からも取れるようにさ、もともとめちゃくちゃすごい才能があってみたいな、まあ、うん、ね、あの例えてたじゃん、矛とか盾とかにもあるけど、うん、なんて言うんだろう、結局さ、それをさ使いこなせなきゃ意味ないじゃん結局。うんうん、うんうん、そのやっぱ才能を持ってるだけじゃやっぱ表に出さないとね。だからそれをさ、ちゃんとこの合宿の期間を通して、そうやってなんて言うんだろう、なんか使いこなせるっていうか、どんどんなんかちゃんと自分の武器にしてったみたいな、もともとあった才能をちゃんと表に出せるようになってきたっていうのも、うん、なんていうのかな、なんか合宿ってすごいなみたいな。うん、確かにね、だってもう短期間だもんね本当にね。うんうんうん、そうそう、生かすも殺すもみたいな、うん、ね、人ってそんなさ短期間でそこまで成長できるんだね。うん、そうね、だからもし合宿がなかったらさ、マナトのさこのね素晴らしいものも見れらなかったかもしれないし。
うんうん、って思うとなんかちょっと怖いなって思ったし、ゾッとしたし、ちょっと。なんか、まあそれを、まあそれは社長のおかげでもあるよね。きっと社長とかこのプログラムのおかげでもあると思うんだけど。いやなんか、ほんとなんか、人生どこで変わるか分かんないな、みたいな。ね、そうだよね。マナともなんかあれだっけ、オーディションとか結構受けてたんだっけ。うん、まあそのほら、もともとさ、あの、プロジェクト太郎で、あのめちゃくちゃ前じゃん。そう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 。ちっちゃい時からやって、で、その後はね、あまり詳しくは知らないけど、まあ絶対いろいろやってたよね。うん、あれなんかメンズノンノだっけ、なんかそういう雑誌のなんかだっけ、なんかのファイナリストみたいなのだったよね。あ、そうだったっけ。いやなんかね、多分うちらね、それ触れとるんよ、多分。でも、忘れとる。もう、なんせ半年ぐらいやってるからね。うん、なんかし、あ、調べたら、ジュノンスーパーボーイコンテストかな、2018年のやつかな、だからちょっと前だね。あー、なるほど。じゃあザストの3年前ぐらいか。うん、ジュノンボーイベスト32まで残った。でもなんかそのジュノンでもしさ、ジュノンのスーパーボーイでグランプリとかとしたら結構違う道だったりするんかね。なんかジュノン系列って俳優なんじゃないのって思うんだけど。うん、あ、そうだね、やっぱそっち路線だよね。ねえ、いやそれはさ、うん、俳優でもなんかできそうだけどさ、メッセージを見る限り。確かに確かに。ねえ、でもなんかもったいない感じしちゃうよね、ついね、ここまで歌えてさ、うん、ねえ、あんなすごいマナともう知ってるうちらとしては、確かにね、そうだね、こっちの道じゃないマナとちょっと想像できないもんね。できないできない、やっぱちょっと音楽への愛というかさ、知識がやっぱ結構人より強いじゃん。うん、うん、まあそれ測るもんじゃないかもしれないけど、やっぱりなんか下地がすごいっていうかさ、うん、ねえ、あぶねえ、あぶねえとか言って。ねえ、なんかさ、どういうね経緯でそのジュノンボーイコンテストに応募したかわかんないけど、なんか、なんか感慨深くなっちゃうね、やっぱもうとりあえずきっかけは何でもいいから世に出たいみたいな気持ちになったんかなとかさ。あー、でもそうかもね、わかんないけど。うん、全然わかんないけど、なんかそう考えると胸キュッとなるね、なんか。うん、うん、え、てかそう言われたら、最初のマナとめちゃくちゃさ、目にさ、目、結構目ギリギリのさ、もう長い毛がくるくるくるじゃなかった。いや、そうだね、お目目なんか見せてみたいな感じだったよね。うん、なんか雰囲気はめちゃくちゃでもすごかったけど、なんか確かにモデルっていう感じだったよね、なんかね、モデルっていうか、確かにまとう空気とか佇まいはそんな感じしたよね。うん、うん、見返したらすごい気持ちになりそうだね。確かに確かに確かに。で、まあ、その後ね、社長がパーカー渡して、マナトもありがとうございますって受け取って、で、マナトが全身が痛いです、本当に。こういう同世代の方たちと、やっぱり似たような目標というか、アーティストを目指している人たちが、切磋琢磨できている環境が本当に嬉しくて、自分はすごくみんなにもらったものがたくさんあるし、合宿メンバーに呼ばれてはいたんですけど、すごく不安で、いつ落ちてもおかしくないなっていうふうには、ずっと覚悟している気持ちはあったので、やりきろうっていう気持ちだけはずっと、To the Firstの審査で順位が落ちた時もすごく悔しくて、でもそれでもやりきろうという気持ちはずっと持っていて、多分ここからがもっと厳しい道のりだと思っているし、まだスタートラインに立った状態だと思うので、ここからまたギアを一段階上げてというか、もっと高い目標を持って、この BE:FIRST というグループを背負って世界のトップになれるように頑張ろうと思います、よろしくお願いします。いいね、いいね。なんかまず最初にマナトがさ、こういう同世代の方たちと同じ目標、ミュージシャン、アーティストになるぞっていう目標を持ってやってるっていうことが、本当にマナトが欲してた環境だったんだなっていうのが、結構こういう言葉何回も言ってるじゃん、マナトって。うんうんうん、そうだね。うん、なんかそれ感じるよね、こういう言葉でね。確かに。それでいてめちゃくちゃレベル高い人たちだから、刺激になるから、めちゃくちゃ楽しいだろうね。確かにね。だから本当さ、何度も言うけどさ、やっぱ同じ仲間がいないとモチベーション保ちづらいみたいなとこありそうじゃん、こういうのって。ああ、そうそうそうだね。ね。うん。なんか自分次第感が強すぎてさ、本当に。確かに。だって別にさ、なんて言うんだろう、学校とかなわけじゃないからさ、なんか誰からやりなさいって言われたわけじゃなくて、やっぱ自分からやりたいってやってるわけだから、確かに気持ち保つのは本当大変そうだよね。うん。うん。だからまずこの環境にすごい感謝してるなって、まあ、みんな結構ね感謝してると思うんだけど、なんか飢えてたのかなっていう感じがするよね。あとはやっぱ合宿メンバーに呼ばれてたけど、結構なんかすごい不安で、いつ落ちてもおかしくないみたいな、まあそれもしかしたら順位のね、最初に合宿行く時の順位がさ、さっき言った通り、ギリギリっていう感じだったっていうのもあるとは思うけど、
もうさ、なんかやっぱさ、マナトを知ってるうちらとしては、今のすごい、ね、神なマナトを知ってるうちらとしては、なわけないみたいなさ、気持ちがなるんだけど、うん、うん。本人的にはやっぱこうなるんだね、意外とね。いや、そうだね。やっぱ我々そうね、追っかけだから、デビューメンバー知った上でザスト見てきたから、あ、この人は、受かる人、みたいな感じでさ、やっぱ見ちゃうじゃん。どうしてもそこはね、しょうがないじゃん。うん、うん。けど、本人的にはそうなの、実際わかんないもんね、当初はね。うん、だから不安だったんだね、ずっと。ごめんね、分かってあげられなくて。いやいや、もう後追いだから別にどっちでもいいよ。そう、確かに確かに。でもなんかいいよね、それでもやりきろうっていう気持ち、うん、を常に持ち続けてきたっていう感じがね、うん、もしかしたら落ちるかもっていう覚悟はしてたけど、でもやりきろうっていう気持ちだけはずっと、そのトゥーザファーストの時もそうだけど、ずっと持っててっていう。でもそういう姿勢がね、良かったんだね、やっぱね。うん。わかる。そうだね。やりきるってなかなか難しい。どうしてもさ、あの時ああすればよかったとかさ、こうすればよかったみたいな後悔ってさ、人生でやっぱあったりするじゃん。うん。うん、やっぱやりきるって大事だよね。ねえ。確かに。でもあんまないな。あんまない。やっぱね、人って後から思い返していろいろね、思っちゃう人間だから。本当？全然思い浮かばないんだけど、自分ので。どういう意味？やりきったかな、全部。やりきってた思い返さないし、やりきってっかなみたいな。ああ、まあ、特に、あんまり思い返さないってことはそうかもしれんね。キータロさんとまたここ違うとこだよね、うん、私のね。まあでもね、何年か経ったらあれやりきったのかなって思うかもしれんけど、なんか終わった直後ってなかなか思えないタイプかもな。ああ、ほんと？うん。か、じゃあよくやったよとかよく言っとくよ、じゃあ、キータロさんに。なんか後悔してそうだったら、大丈夫大丈夫とか言って、大丈夫できてるできてるとか言って。ありがとう。でもなんかたまに言ってくれるよね、そういうの。確かに確かに。気にしないで気にしないでみたいな。何言っても大丈夫だとか言って。確かに確かに、ありがとう。感謝した。で、あとはまあ最後にね、一段階ギア上げて、高い目標を持って、BE:FIRSTというグループを背負って、世界のトップなる理由を頑張ろうと思いますのとこね。いや、いいね、これもね。なんか、この BE:FIRSTというグループを背負ってる時にさ、やっぱさ、ほら発表されたばっかのグループ名だから、ちょっとちらっと見るんよね、スクリーン。うん、それいいよね。そうともさ、ちらっと見て BE:FIRSTって言ってたから、やっぱり。いや、いいね。まださ、慣れてないんだよ、BE:FIRSTに。自分たち BE:FIRSTなのに。そうだよね。面白いね。こんなにさ、浸透してんのにね、世の中にね。今はね。ね、そんな今はっていうか、我々後追いだから何とでも言えるんだけど。で、社長がね、それこそ合宿審査の前の時は、音楽以外のことを考えているマナトだったような気がするんだけど、音楽のことだけを考えた時のマナトが本当に輝き出したのは間違いないので、これから先もどんどんと高みを目指していってほしいし、もしストイックになる必要があるところはとことんストイックになってほしいとも思うし、逆にどういう時でもどんな辛い気持ちとか不安とか迷いとか焦りが生まれても、音楽を愛しているマナトがここまでマナトを輝かせてきたということだけは忘れないでください。何か迷ったらいつでも音楽に立ち返ってください。ありがとうございます。いいこと言う、本当に。こんないい言葉かけてあげられる恩師やばいよね、マジで。うん。しかもさ、合宿の前は音楽以外のことを考えてるマナトだっていうような気がするんだけど、みたいな。うん。音楽のことだけを考えた時のマナトが輝き出したって言ってて。え？どこから音楽のこと考え出したか分かっとるん？怖くない。確かに。うん。なんかあれだから。はい。うん。なんかさ、表現悪いけど、あ、この時まだ邪念あるな、みたいな。邪念？邪念？なんかちょっと、まあ、余計な、もしかしたらなんか他のことも考えてるなとか、なんか見られてたってこと？いや、そうかもしれんね。もしかしたら音楽ファーストというよりはなんかこの人とどう接したらいいだろうとかさ、わかんないよ。え、わかんない、わかんないよ。うん。なんかどういう立ち振る舞いしたらいいのかなとか、そういうこととかもありえるかもしれんね。あー、そっかそっか。やっぱ音楽に集中しきれないっていうか、やっぱ人間関係とか別のことにちょっと矢印向いちゃってるかもみたいな。いや、わかんないよ。まあ予想だけどね。でもなんかやっぱね、新しい初めて出会ったような人たちが何かやるっていうなったら、そういうことに結構気が回りがちっていうかさ。いや、そうで、てかそっちの方がメインになるよね。ねえ、難しいね、大変だね。うん、そしたら社長に見抜かれるんでしょ。見抜かれる。聞いたらあいつなんかそういう人間関係の音ばっか考えてんだみたいな。うわぁ。まあ確かにな。難しいよね。だからいかに音楽ファーストに切り替えられるかみたいな。
そこに気づけた人がやっぱね、早い段階で気づけたら一番いいんだろうね、そういうのね。確かに確かに。むず、むずいよね。いや、俺合宿生き抜ける自信ないわ。え、だってさ、いや、なんか、なんて言うんだろう。もうデビューはしたいけど、でもなんか四六時中カメラがさ、ついて回ってて、なんかすごいさ、なんか地上波に流れるとか思ったら、なんか作っちゃうじゃん、自分を。もうプデュー見すぎじゃない、それ。あんな、定点でずっとあるわけじゃないよ。まあ、そうだけどさ、なんか悪変とかさ、なんて言うの、悪いとこ切り取られるかなとかさ。まあ、まあそうだね。参加してる段階では分かんないもんね、正直ね。そう。しかも時間差で流れるわけじゃん。うん。いや、でも、すごいよくやってるよね、みんな。ねえ、でもなんか慣れるんじゃないかなともちょっと一方で思うけどね。うん、まあそっか、逆に当たり前のものとしているから。うん、そこまでまあカメラを人生で回されたことがないからさ、分かんないけどさ、うん。なんかよく言うじゃん、48のさ、メンバーのみんなだってさ、ずっとなんかカメラあるから、どれがさ、ドキュメンタリー使えてるか分かんないみたいなことを言ってることない？ああ、言ってた言った。当時もね、そう。だから、もう逆に気にしなくなったみたいな言ってたよね、メンバーもね。うん、そう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 。うん、もうだから編集する大人を信じるしかないよね。もう。うんうん、確かに確かに。まあ、ザスの限ってはね、そんな変な編集とかね、そこまでなかったからあれだったけど、結果。うん、うん。うん。いやー、すごいよね。なんかもう。いや、でもそもそもさ、なんで合宿行こうとしたん？キータローさん。そうだよね。そもそもだね、呼ばれてないよね。呼ばれてないし、応募すらしてないし。年齢的にアウトだし、もう言うと。いや、っていうのは、まあそう。まあそうだけどさ。なんで参加しようとしたの？そう、いや、なんかね、自分、なんか置き換える癖あるんよね。ああ、でもまあ分かるよね。うん、分かる分かる。オーディションなんてそうなるよね。いや、だから本当、まあいろいろね、普段の環境じゃない中で、いかに音楽ファーストに切り替えて、ね、うんうん、取り組んだかっていうのだから、本当。まあ、マノと含めだけどみんなよくやったよなってすごい思うよね。確かにね。すごいね。で、音楽を体現する歌声が世界を染めるマナと。世界を染めるマナとやばいね。やば。キャッチコピーやばいね。ね。うん、いいね。で、以上でね、今回はマナとのところまで来たけど、ね、3人目がマナとっていう、ね。いや、なんか BE:FIRST がどんどん出来上がっていくね。うん、まあ確かに。ね。また一人一人さ、なんかちゃんとすごいいいこと言うじゃん、社長が一人一人に対して。うん。ね、ほんとその人だけの良さみたいなところをさ、こんなうまく伝えられるんだっていう、君すごい性格いいじゃんだけじゃないよ。本当に。確かに君の持ってる才能、開花したねとかじゃないもんね。違う違う、もう全然違うから。いやー、すごいわ。ほんと最後の最後まで。まあ、この後もね、デビューしてからも、なんなら続くんだけど、ほんと最後まで、うん、なんて言うんだろう、ためになるっていうか、その人のことがわかるっていうか、社長がね、うんうん、いろいろ答え合わせしてくれるよね。うん。うん、ピンポン越後製菓って感じだよね。そうだね。諦めの笑顔せんの。なんでバレた？よくわかったね。まあ、だからさ、次の追っかけザストが楽しみだよね。そうだね。